皆さんこんにちは、モスキートチャンネルです。今日はいつもと違って、自宅での撮影になります。というのも、この封筒が自宅に、昨日ですかね、ちょっと取れなかったんですけど、昨日届きまして、そちらの開封動画みたいなもんですかね、やっていこうと思います。ちなみにこの封筒、JR 九州から届きました。おじこステーション2019ということで、ここにも書いてありますね。もじこの駅がリニューアルオープンいたしまして、そちらの記念の商品、購入したんですけれども、そちらが自宅に届きました。応募数が多くて抽選にはなったんですけれども、無事に、抽選当選しまして、こちらが届きました。で、開けていきます。こちらですね、読めますかね。もじこ駅記念すごかセット、ご購入ありがとうございます、ということで、このようなお手紙が入っておりまして、記念の台紙かなんかですかね。こんなものが入ってました。ここに切れ込みがありますね。門司港の駅の形の歴史ですかね。こんなものが書かれてます。で、これが今回の商品でございます。開けていきます。こちらですね。まずはじめに、もじこデザインのすごかでございます。 IC カードですね。すごか特別デザインカードって書いてあります。初めてですね、すごか。九州には去年の9月頃行ったんですけれども、購入するの忘れてまして、で、今回、こんなもの、お、すごいですね、これ。今、ここにはめてみたんですけど、よいしょ。ここはめるところに、攻撃のイラストが書いてありまして、こちらはめますとちょうどぴったし絵柄が合うようになってます。面白いですね。で、一緒に入っておりましたのがこちらのポストカードでございます。昔の門司港駅の白黒写真ですね。こんなものが入っております。すごいですね。バスもボンネットタイプのバスですね。こちらの写ってる車もかなり年代物、いつの写真なんですかね、これ。ちょっとわかんないですけど、そんなものが入っておりました。今回ちょっと2人分購入したので、もうワンセット入ってるんですけども、落選された方ごめんなさい、2セット買っちゃいました。決して転売するわけではございません。何かしらのタイミングで使いたいことは使いたいんですけれども、普段スイカの定期券使ってるので、あんまし使うことはないんですけれども、記念に取りつつ、保管するより使う派なので、私は、どっかしらで使っていこうと思います。以上、本日のモスキートチャンネル、モスの鉄旅番外編って感じですかね、でございました。では、バイバイ。